毎日解いてましたね、やっぱ過去問を。やっぱ記憶勝負ですね。そうです、うん、大好きです、できてるし法学部受かるなみたいな。じゃあ法学部しか受けてない。二浪して東洋行ったもんね。あ、そうです、二浪東洋、通学は0点です。試験中にどこの予備校で浪人しようかっていうのを書いてて、それを試験官に見られてめちゃくちゃ恥ずかしい。いや、遺書書いてたんですよ。マジっすか。そのレベルで。さあ、で始まりました、もちえチャンネル。さあ、今回はですね、いや、夏ぶりにやってまいりました、お二人ですね。あ、柏原です。いや、何の柏原か。ガーディアンの柏原。ガーディアンのも分かんないけど。H 新聞作ってます。あと、受験生応援雑誌作ってます。はい、早稲田でですね。はい、はい、そして学生注目、私誠先生から自己紹介させていただきます。兵庫県県立東有馬高等学校出身、現在早稲田大学スポーツ学科スポーツ学科2年、並びにサークルズは早稲田大学におきました花野第85期生館長通話していただきます。中野智と申します。いいご飯状況ということで、はい、ね、あ、でもなんかまあ反響あったんですか、前出て。そうなんですよ、実際自分が担当してた生徒がいたんですけど、はい、その生徒を見たっていう声があったりだとか、出てたよねって声がちらほら聞こえてきたんで、本当にありがとうございます。いやいや、とんでもないです。髪の毛についていじられて。そうなんですよ、コメント欄でハゲって言われて、はい、ちょっとマジで悲しくなったんですけど、本当に。なんで今日、どういうこと、今日ハゲてない。だから今日サロンで自腹切りまして、髪切ってきました。はい、まあ、皆さんね、コメント欄で成功か失敗かは。頼むぞ、はい、本当に。さあ、その中で直前期なんで、工学部というスポカということで、はい、まあちょっとスポカはま聞くことはない。え、どういうことですか、ちょっと早稲田なんですけど。もう変わっちゃうし、そう、もう所沢体育大学じゃないんですよ。頼みます。だって共通テストになっちゃうし。そうそうそう、ね、はい、ただまあスポカは入っといた方がいいっていうのはね、ちょっと言ってくださいよ。そのちょっと受験生応援雑誌を作る傍ら、受験生相談も行っておりまして、去年の早稲田スポカが受験生相談します。はい、もうギリギリのやつがしてます。で4浪しましたんで。でもその中からね、得た知恵をやっぱあるんですよ、はい、何個か。その一つが、早稲田に行きたかったらスポカを受けとけというところでございます。これを早稲田祭で受験生相談に来た子に言ったんですよ、はい、そしたらその子、早稲田のスポカしか受からなくて、結局スポカに入って今うちに入ってます。おお、そういう感じで。そうです、だからスポカは受けといた方がいいよ。まあ人科でもいいんです。スポカは人科受けとけよっていうところ、はい、まあね、転部することだってね、はい、できますんで、本当に絶対得です。いくつ受けたんですか。俺7個受けて、はい、スポカギリです。おしかもスポカでもギリでしたんで、はい、まあ早稲田っていう、ね、そうですね、名前を得られたわけですから、はいはい、頑張ってください、本当受験生の皆さんと思いますね、はい、そして法学部どんな勉強してたんですか。直前はでも毎日解いてましたね、やっぱ過去問を。はいはいはい、法学部って特殊なので、なんか違う学部解いて練習とかじゃなくて、もう法学部を20年分とか解いて。はいはいはい、英語えぐくないですか、やっぱり。長いですね。えぐいって言います、ちなみに早稲田は。えぐいはえぐいです。えぐい、慶応の人はえぐいってめちゃくちゃ使うんですよ、はい、あのえぐいが慶応用語に入ってますから。そうなんですか。それは多分ハイカラだから。ハイカラ、どこがハイカラなのか。えぐいのどこが。僕がえぐいなんて言葉使ったことなかったんですよ、入るまで慶応。でも慶応入ったらもうみんなえぐい、授業に対して鬼えぐとか。うん、まあ、じゃあ早稲田はないと。ないですね。まあ、授業がむずいのをえぐいとは言わない。めんどいぐらい。めんどい。そこは違うわけね。で、法学部のやっぱ問題をたくさんと。そうですね。どうしたんですか。あのだって早稲田の法学部ってほんと選択肢がえぐいじゃないですか。はい、選択肢がめちゃくちゃ多くて、あれどうやって対策してたんですか。まあ、でも全部読むと時間かかるんで、キーワードだけをこう目に入るキーワードに丸つけといて、はいはいはい、でそこが出てきた段落をまた覚えといてって感じです。やっぱ記憶勝負ですよね。そうですね。ほんと覚えられるかなんで、あれは辛いですよね、本当に。作文とかどうしました。自由英作とか。あ、英作も英作の問題集で練習してました、毎日。やっぱ毎日やらないと忘れちゃうんで、うん、感覚とかが。え、参考書とか覚えてますよね。そしたら一番有名なやつ。一番有名なやつ。難しい。一番有名な英作の参考書って何だろう。ハイパートレーニングとか。あ、それです多分。カラフルな表紙で。だって予備校は行ってなかったんですもんね。はい、スタディサプリやってたんですけど。スタサプで関先生。大好きです、関先生。はい、あ、関先生顔がタイプでしたね。おお、なるほど。動画見て、まあ、かっこいいな今日も。今日も。どうですか。ここにも。あまり。どういうことや。あまり。四浪して予備校とか行ってたんですか。まあ一応河合塾。
ってましたね。ああ、風評被害がどういうことや。え、それ4回ともなわけないじゃん。あ、違います。寸大寸大、仮面浪人、河合塾です。あ、仮面ってどこ行って。あ、東洋大学行ってました。あ、二浪して東洋行ってたんですね。あ、そうです、二浪東洋からの、うちのチャンネルじゃなくてトマホークのチャンネル。間違いないです。なんで総研目指そうと。高校自体があんま行きたくなかったんですよ、はいはい、チャリ片道45分かかるんで、はいはい、母校愛っていうのがなくて、次大学行く時は母校愛を持った状態で大学生活を送りたいなと思って、うん、早稲田大学はすごい愛好心が強いよっていうことを聞いて、あ、絶対早稲田行きたいわっていうふうに、現役の時から思ってたんですか。あ、そうですね。ただ全く勉強してなかったんで、もう一応早稲田受けたんですけど、数学は0点でしたね。試験中にどこの予備校で浪人しようかっていうのを書いてて、それを試験官に見られてめちゃくちゃ恥ずかしい。それ面白いな、はい、じゃあなんで数学にしたって感じ。いや、そうなんですね。そっからこう日本史にしたんですけど、うん、まあ、ちょっと1年で日本史って結構辛いので、うん、そっからしんどかったですね。他の科目、法学部科目ですか、はい、国語、はい、ここ私結構現代文苦手だったんですけど、はい、現代文ひたすらスタサプで練習したって感じ、はい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 、で小芝先生、小芝先生ですね。そうそうそう、小芝先生の解き方がすごいハマって自分の中で、お、一番しっくりくるもの で、 でそれで毎日練習してました。お、今日スタサプ褒める回もう本当ハマったんで。股間は、股間もハマりました。岡本先生、あ、リナ先生、かわいいなって思って見てました。あ、すごいじゃないですか。かっこいい、かわいい、ハマりました。ハマりました。スポンサー来ないかな、これ。社会科目は、まあ、日本史でしたね。ガイチさんだ。ガイチ先生もハマりました。おお、ガイチさんはかっこいいには、うん、面白い、お前面白い。いや、僕はいろんなところずっと言ってるんですけどね、外地先生が僕は一番授業が上手い人だという思ってるので、スタサプのやつじゃあ全部受けたんですね。そうです、そうです。外地さんの授業全部受けてました。スタサプ通訳案内し取った時に外地さんの日本史で全部受けたんで、はい、だから言っといてください今度。わかりました、言っときます、うん、それで直前、え、もうそれも毎日解くぐらいしかない。あ、もうじゃあみんな全科目毎日、本当に感覚が鈍るのが一番怖かったんで、一日でも解かないとなんかちょっと遅くなったりとかして、はいはいはい、毎日本当に解き続けるっていう。全教科。そうですね。日本史も。日本史もそうですね。他の学部も受けたんですか。法学部しか受けてない。法学部のみ。はい。もう単眼で。はい。で、抑えは。抑えないです。他の大学受けてないですか。受けてないです、二浪目は。そうだったんですね。早稲田しか入りたくなかったんで。いつの間にか二浪っていう爆弾発言がさらりと出ましたけど。一浪時はどうしてたんですか。一浪時は早稲田4学部ぐらい受けたんですけど、ダメで、はいはい、その時は予備校行ってて。行ってないです、ね、行ってないで、はい、で、二浪目スタサプでやって、はい、うまくいったわけですね、はい、だからもう自信あったんですよね、でも法学部受かるなみたいな。じゃあ法学部しか受けてない。だから受けなかったです、はい、じゃあ全体で1個しか受けてない。そうです。とんでもない。やばい、もうエピソード負けしちゃって。いや、間違いないですね。本当に脳の差を感じます、ね、いや、変わった人たちだったんですね。変わってない。別に俺はいない、いない、1個しか受けないとかいない。だってそれもうほぼダメだったらおしまいじゃないですか。間違いない。いない、いない、いない、そんな人いない、そんな人いないです。スポカダメだったらどうしてたの。いや、俺は死んでます、ね、私も。いや、遺書書いてたんで本当に。マジっすか。そのレベルで、はい、とんでもない奴らじゃないですか。それ、はい、ごぼう抜きしたかったんで、実際最初の偏差値めちゃくちゃ低かったんですけど、この最後の4浪目の1年間だけはめちゃくちゃ勉強しました。本当にすげえ。そんなとんでもない人たちがやってるサークルサークルが、はい、すげえとんでもないエピソード持ってて、なんでそれを8月のあの動画で出したのか。そんなにすごい、あの時は大学生活だったんで。楽しい、楽しい。エピソード持ってたのに。どういった雑誌なんですか。はい、私たち早稲田ガーディアンというサークルが新しく発行しました早稲田魂21でございます。この雑誌はもう丸々受験生応援雑誌という、そういう名目で作っております。まあ本当にいろんな要素があって、まずこの雑誌を発行できた、そのもう全ての悪の根源はそれでおかげさまです。ページ1枚目めくってください。そうっす、早稲田合格塾。あー、バンと出てます。ありがとうございます。本当に立子がやってるとこでした。
そうですね、似てますけどね。早稲田工学塾さんが、まあ、私たちを支援していただいて、今回雑誌を発行できたので本当にこれはありがとうございます。ありがとうございます。内容をちょっと軽くだけ説明させていただくと、13の学部があるんですけれども、その全部の学部を一つ一つ要素に分けて説明しております。はい、医学部ないですよ、私学部もないですよ。ないです、はい。その後やっぱ見どころというのが合格体験記、1年生が自分のその合格するまでの道のりを文字にしてですね、本当感動的な内容が本当詰まってるので、私は本当にこれを現役の時から、まあ、4浪したんで現役合わせて5回これ見てたんですけど、うん、最初の方とか本当にマーカー引くレベルで感動したんで、はい、それでねモチベーションをそんなに4年もモチベーション保てる、あ、違う、5年5年です。モチベーションが保てる5年頼む頼む頼む保てたのはこの早稲田魂、うん、この雑誌のおかげでございますので、500円で買えるので気軽な気持ちで買ってほしいと思います。じゃあメルカリで売ってます。メルカリで、メルカリで売ってますし、あとまあ早稲田もある。メルカリで、いや違います。発行元なんで。違う、じゃあそれ概要欄にお願いします。お願いします。はい、見てください。はい、この他にもう一つ受験生応援雑誌を作ってまして、それが早稲田魂の当日号で、これは早稲田大学の入試当日に私たちガーディアン部員がそれ専用に雑誌を作りまして、それを配っておりますので入試の情報も入っておりますし、森哲先生も、あー、書くみたいですね。いや、本当にありがとうございます。で、当日は平さんが配るんでしょ。楽しみにしてますので。当日、本当にためになる情報いっぱい載ってます。だから絶対見てほしい。よろしくお願いします。はい、今回は早稲田ガーディアンのお二人おいでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。